35持ってる方、27.5 です。買いますよ、本当に。大好きです、本当に。ただまあやっぱり設楽悠太選手が直で履かれてるんで。ああ、なるほど。はい、もう寄せていかないと。皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。今回はもしかしたらことポップライン萩原さんにお越しいただきました。おはようございます。呼んでいただいてめちゃめちゃご無沙汰してます。ご無沙汰しております。大人気コーナー、教えてあなたのスタメンシューズのコーナーでございます。すごい。いや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 、ありがとうございます。今日ね、設楽悠太選手のまあモノマネをされている、ね、もしかしたらの格好で来ていただいてますけど、はい、話していただくスタメンシューズは、はい、完全に、はい、ポップライン萩原さんのスタメンって考えていいですか？まあそうなんですけど、はい、やっぱりどうしてもこの格好で来てしまった以上、はい、まあ、完全にあのナイキ寄りの発言にはなってしまうなっていうのはありますねなるほどなるほど、はいはいはい、先にお伝えするとちょっとナイキ寄りになりがち、うん、そうですね。やっぱり設楽悠太選手本人が履いたものを、うんうん、僕は追っかけて購入して履いてるという、あのどうしてもね、はい、ナイキ編みたいになる可能性もありますけれどもはい、そこはね、ナイキ好きな方も多いと思うので、そうですよね、はい、うん、すごい参考になるんじゃないかなと思います、はいはい、早速行かせていただきます。はい、はい、1足目がナイキ、うん、ズームフライ3でございます。なるほど、いや3ですね。3ですね、はい、これなんかその3のこだわりみたいなのがあるんですか？そうですね、やっぱりあの設楽悠太選手が履いてる、はい、っていうところ、あまずそこしかないんですよ僕には、はい、まず履いてる。なるほど、はい、あの方がまず履いてるっていうところ。履いてるかどうか、はい、ただ1よりも3の方が僕は好感触でしたね。へ、うん、はい、どの辺が、うん、フィット感が上がったかなと、うん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 、3は包み込む感じの、包み込む感じがね、うんうんうん、そこら辺が良くなったので。これどういうシーンで使われてるんですか？これはジョックですね。なるほど、はい、ジョックでズームフライ結構なんか豪華なジョックって感じですね、はい、そうですねただまあやっぱり設楽悠太選手がジョックで履かれてるんで、ああなるほど、はい、もう寄せていかないとそういうことですね。もう全部寄せていってるんで僕そういえば初めてサブ3した時、はいはい、ズームフライ1でしたわ。そういえば、じゃあサブ3もいけるってことですか？いけましたね。ジョックシューとか言った後にこんなこと言ったら本当っすね、元もこんないこと言っちゃうでも本当じゃあこの一足あれば割と全部いけちゃいますっていう、 そんな万能シューズもあるんですね。そうですね、ってことは多分、はい、藤間っすね。ですね、藤間だ。監督もいけるし、選手もいけるし、選手もいけるしね。あなるほど。じゃあ2足目、ナイキエアズームペガサス35です。35か今38ですからね。そうですね、うん、今38なんですけど、3世代前、はい、これこだわり感じますね。35は、うん、マジでいい。マジでいいっすよ。マジでいいです。これ正直僕もめちゃくちゃ共感します。マジですか？僕も35すごい好きですよね、うん、ですよね、はい、そうなの、うん、35めちゃくちゃいいんですよ35もう一回出してほしい。そう、うん、本当に39で35出してほしい。そう、本当にそのぐらい、うん、いや、わかる。なんなら僕今でもヤフオクとかで35探してますあったら買いますもん。なるほど、っていうぐらい。いや、すごい共感しますね、うん、めっちゃバランスいいですよね。めっちゃいい。これもジョック、うん、ジョックでね。いやでもこれこそジョックって感じですよね、まあ、これこそジョックですね。設楽、うんうん、選手はこれ履いてるんですかね？これは設楽悠太選手は履いてないんですよ。ないんだ、すいません。なるほど、はい、じゃあもう本当にこれは萩原さん個人の。そうです。どれが気に入ってますか、その30、これまでのものと比べて。なんかね、35は履いた時の、はい、うん、ファーストコンタクトが一番良かったんですよね、うんうん、いろんなシューズ履いてきてますけど、うんうんうん、一番かもしれない。なるほど。あの履いた時の感触で一番大事じゃないですか。大事ですね、確かに確かに。それが生涯で今のところ超えてきてないぐらい35は好きなんですよ。そういうの。もしねこれ35お持ちであんまり履かれてない方がいらっしゃれば、はい、あの萩谷さん買い取ってくれると思います。あ、もう買います買います、はい、全国のペガサス35、はい、35持ってる方27.5です買いますよ本当に大好きです本当に。買い取り、買い取り、あ、いいですね、はい、ぜひお持ち寄りくださ い, いよろしくね、はい、じゃあ気を取り直して、はい、3作目、ナイキフリーラン 5.0。 なるほど、はい、フリーランね、はい、なるほど。これはどういう意図ですか？これはですね、うん、やっぱりあの昨今の厚底ブームで、うんうんうん、ちょっと足が過保護になる、よく聞くじゃないですか。
きます、はい、それの、まあ、解消ですね。なるほどなるほど、やっぱり裏足に近い感覚で足の裏の筋力を鍛えれる、うんうんうん、そういうことですね、はい、まあ、細かい筋肉鍛えられるって言いますからね。 で、はい、でこれは本人が言ってたんで、はい、本人というのは設楽選手が、そうですね、設楽優太選手がそうおっしゃってたんで、はい、僕がそう言ってそれを言っているということですね、はい、そしてそれを履いているもうザ受け売り。そうです。なるほど、はい、いいですね、はい、で、ゆうた選手はこれで30キロ走します。え、フリーで。マジっすか。やばいっすよね。やば、すごい。でもこれ有益な情報でした。30キロジョグとか LSD とかじゃなくて、じゃなくて30キロ。うわーすごいっすね。そうやって鍛えるんだ。フリーに関しては、うん、お散歩とかで、はい、お散歩とかでねなるほど、まあ、じゃあベンチ要員かなこれはね。あの、そうですね、そうですね、はい、スラダンで言うと宮正選手とかかな。あの、メガネの、あ、そうです、メガネの、はい、はい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 、そういうちょっとまあ特殊能力のある選手という感じ、うんうんうん、なんかそんな感じがちょっとしてきましたね、うん、あ、なるほど、はい、はい、じゃあ4足目ズーム X ベイパーフライネクストパーセントおの1の方、1の方ですね、はい、なるほど、はい、これはもう、うん、ザ・エースって感じですかね。ザ・エースですね。これはじゃあ、まあ、レース用っていう感じですね。そうですね、はい、うんうんうん、確実にレースですね。ちなみに1と2とかで違いを感じられたりとかってありますか？2のアッパーと靴紐はすごくよくなったじゃないですか、はい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 、なりましたよね。で、1の靴紐ってすごいほどけやすい問題があったと思うんですけど、ありますね、はいはい、2はだいぶほどけにくいのかなっていう。なるほど、はい、お笑い芸人さんでいうともうさんまさんですね。さんまさんっていう感じですかね。ビッグ3あたりが本当そのレベル、ね、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ5足目、プーマディビエイトニトロスペクトラです。ここへ来て、はい、プーマここに来て、何ですかこれは。何用、ジョグ用って感じですかね、ディビエイトニトロ。そうですね、ジョグ用で、はい、今年出会ったシューズなんです、ね、なるほど。これも全然ご本人さんも関係なく。そうですね、ですよね、うん、完全に個人としての、個人として、うんうんうん、はい、今年出会ったシューズで一番、はい、マジっすか、はい、だからペガサス35以来の衝撃、うんうん、なるほど、っていうぐらい履きやすい。へえ、すっごい履きやすい。あ、一時期だから全部それで練習してましたもん。あ、ジョグもなんかそのインターバルとかペース走とか、そうそうそう、そっち系でも使えるんですか。使えます、使えます。全然線のインターバル、ディビエイトニトロのそのジョグの方でもいけます。あ、マジですか。はい、レーシングエリートじゃなくて。どの辺が気に入られてます。そうですね、クッショニングですね。うん、うん、なんか厚底を僕ずっとやっぱりこう仕事柄っていうのもあるんですけど、はい、履いてきてる部分があった中でのプーマさんとそれ履いてみた時に劣らなかったっていうか、うん、ベイパー並みのなんか優しさもあったし。なるほど、うん、包み込むその、はいはいはい、足への優しさとかもあったなっていう感触ですね、はいはいはい、ありがとうございます、はい、毎回ベンチも聞いてるんですよ、はい、ぜひちょっとベンチも教えてもらいたいなと思って、ベンチメンバーとしては、はい、ホカオネオネのクリフトン8、うん、あ、なるほど、うん、結構これあれですね、人によってはもうスタメンバッチリ入ってくる選手ですけど、うん、最高のシューズ、最高のシューズですよ。普段履きですね、うん、普段履きなんですね、はい、ほぼほぼ普段履きで走らない、まあジョックとかでもたまに使うんですけど、はいはいはい、そうですね、うん、本当普段履きがほぼほぼ、まあ、そうですよね、はい、でもなんだかんだ歩くのにも気持ちいいし、ちょっとこう立ち仕事の時とかも気持ちいいしっていうところはすごいありますね。そう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 、ちょっと走れちゃうしっていうことですよね。そうなんですよ、はい、まあ、これがベンチに入るってすごいめちゃくちゃよくわかりますね。そうそうそう、もう一足目、はい、ベンチ、ベンチ、はい、もう一足、もう一足ぐらい言わせていただくと、はい、気になってるシューズ、はい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 、持ってないんですよ。お、持ってなくて気になってるシューズが、ま、この大人気企画で皆さんおっしゃってる、はい、オンのクラウドのウォータープルーフ、うん、ウォータープルーフ、そう、結構みんな入ってきますベンチに。あれめちゃくちゃ気になってます。あ、まだ履かれたことはない。履いたことないです。ウォータープルーフってことはそのあれですよね、防水ですね。ですよね、はい、雨の日履けます。雨の日のジョックシューズってちょっと迷いません、はい、うん、迷います、迷います。汚れとか気になるし、染みてくるのも嫌だし。そうなんですよ、そうなんですよ、はい、それでまあいっかみたいな、うんうんうん、まあ重くなってもいいや、うん、これ箱じゃないですか。でもあれがあれば一択ですよね、はい、一択です。
マジおすすめですね。ですよね、はい、絶対そうですよね。いやちょっと買います買います。ぜひこの企画初の自分のおすすめではなく欲しいシューズを述べていただく。あ、本当ですか。あれすいません、失礼しました。あ、でもね、はい、確かにこれ気になってる方も多いと思う。いや多分多いと思いますよ。そうですね、もうなんか一人やっぱりこうベンチにいると困った時に出せるんで、うんうんうん、はい、はい、ということでちょっとまあすごい面白かったです、はい、今回も。いや、すいません、ちょっと長くなっちゃった。いやー、なるほどね。まあでもナイキ寄せで来る中で最後こうプーマが入ってるみたいなところもすごいちょっと個性が見えて、うん、大変面白いあのチーム構成かなというふうに思いました。割とバランスが良かったです。そうですね、うん、いやありがとうございました。またぜひちょっと遊びに来てもらえます。そうですね、はい、シーズンとか時期によってもまたスタメン変わってくると思うので、うん、あ、またちょっとこう定期的にお話を伺えたらと思います、うん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。コメントもお待ちしておりますのでどうぞお寄せください。概要欄の方にポップラインさんのチャンネルの URL とかもね貼らせていただきますのでぜひぜひチェックしてみてください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。